皆さんおはようございます。今日はハワイから放送をしております。私の背後にはワイアラエカントリークラブというゴルフ場がありまして、今年ソニーオープンが開かれまして、そこで松山が優勝をしました。今日は日本とアメリカとの違いシリーズの中でコンフリクト・オブ・インタレストということについてお話をしたいと思っております。このコンフリクト・オブ・インタレストっていうのは、まあ日本語にしますと利害相反する関係ということになるわけなんですが、どういうことかと言いますと、例えば、まあ、買い手と売り手、債権者と債務者というふうにですね、利害が相反する関係のことを言うわけであります。売り手と買い手ということになりますと、売り手はできるだけ高く売りたいと思うし、買い手の方はできるだけ安く買いたいというふうに思うわけで、これまさしく利害が相反するわけですね。債権者、債務者も同じで、債権者は、まあ、お金を貸す方ですね。債務者の方はお金を借りる方ということですから、これも利害が全く相反するということで、何かにつけですね、アメリカではこのコンフリクト・オブ・インタレストというのが非常に重要視されてまして、ある場合はですね、これが犯罪になるというようなことがあるわけであります。それに引き換え日本の方はですね、このコンフリクト・オブ・インタレストという、まあ、感覚というんでしょうか、認識と言いましょうか、あまりないんですね。最も最たるもの、これは最も重要なことにおいてですね、日本とアメリカとの違いが浮き彫りにされていることがあるわけです。何かと言いますと、まあ経済も政治もですね、マネートークスでお金がなければ何もこの成り立たないわけで、経済もお金がなければ成り立たない、政治もですねお金がなければ成り立たない、政治もこの予算があってですね、福祉予算、防衛予算、いろいろこの予算があって、それで国が運営されているわけですから、その元になるのはお金であり通貨ですね。そしてその通貨を発行するのが中央銀行、日本の場合は日銀、アメリカの場合は FRB、連邦準備理事会と言いますが FRB ですね。これが中央銀行ですね。したがって中央銀行とこの政府との関係は利害が相反するわけですね。中央銀行がいわば債権者としてですね、お金をこの発行して、そして債務者である国家の方がですね、国債、まあ借用書ですね、国債を発行して、その中央銀行からお金を借りると、そして借りたお金で国を運営していると、こういう関係ですから、中央銀行と政府というものは利害相反するわけですね。債権者と債務者になるわけですね。こういう関係にある場合はですね、まあ、表現の仕方、言い方がちょっと下品なんですが、みそくそ一緒という言葉がありますが、これは禁止されてるわけなんです。つまり、債権者と債務者、これがですね、まあ、例えば結婚するということはですね、これ犯罪行為だという、これがですね、アメリカの認識であり、まあ、ある意味では民主主義の根幹をなす、プリンシパル、原則ということが言えるわけですね。したがってアメリカの場合はですね、アメリカ合衆国は FRB、FRB っていうのは12の連邦銀行から成り立っている総合体なんですが、まあ、中央銀行といえば12の連邦地銀ということができるわけで、この12の銀行は、まあ、有名なのはニューヨーク連銀というのが、非常に有名でよく知られてるんですが、
このニューヨーク連銀もですね、あるいはシカゴ連銀もですね、どこの連銀もみんな株式会社なんですよ。株式会社、すべて株式会社なんです。その株式会社の銀行が全部集まったのが、FRB といういわば中央銀行になっているわけですね。したがって、この政府と中央銀行、FRB とは利害が相反するわけですから、この FRB12 の銀行の株を政府は一株も持ってないし、持ってはいけないわけですね。これは禁じられているわけです。まあ別の言い方をすると中央銀行の独立性なんていうことにもなるわけですが、まあいずれにしてもですね、債権者と債務者の関係ですから、債務者がですね、債権者の株を持つ、すなわち債務者が債権者を所有するということはですね、もう固く禁じられて、これではですね、コンフリクト・オブ・インタレストという原則がですね、なくなってしまうということで、これはもうアメリカではですね、この中央銀行と政府のみならず、あらゆる分野においてですね、このコンフリクト・オブ・インタレストというのは、徹底しているわけですね。さて、日本の方はですね、アメリカの FRB に代わる中央銀行は日本銀行ですね、日銀ですね。日銀もご存知の通り、ジャスダックというところに上場している株式会社なんですよ。ね、政府の機関ではなくて株式会社なんです。ね、ジャスダックを見れば今日は日銀の株がいくらかということが出てきますけども、株式会社ですね。したがってですね、政府と日銀との関係は債務者と債権者の関係ですから、政府は日銀の株を持ってはならないというのがですね、コンフリクト・オブ・インタレストなんですよ。ところがですね、実際はどうかって言いますと、日銀の 55% の株を政府が持っているということなんですね。まあ、お亡くなりになりましたけども、安倍晋三元総理は、このイミジクもですね、政府は日銀という子会社を持ってるから、どんなにその債務が、借金が増えても心配ないんだっていうような意味のことを言ってですね、まあ、物議を醸したということがありますが、まあ、言い方はいいか悪いかは別としまして、55% 持ってるんですから、日銀を政府が所有していると、あるいはコントロールしていると言ってもですね、過言ではないわけですね。そういうことになりますと、日本ではですね、最も重要な、このお金のを発行する日銀とお金を使う政府、この全く利害が相反する関係にありながらですね、債務者の方が債権者日銀の 55% の株を持っているという事実があるわけです。この事実に対して日本中どこからもですね、不思議だとか批判だとか、やめるべきだとかいう声は上がってきませんね。ということはですね、日本人にコンフリクト・オブ・インタレストというセンス、感覚はないんです。ね、また言い方が上品ではありませんが、日本はみそくそ一緒国家というふうに、まあ、言われても仕方がないわけですね。こういうそのコンフリクト・オブ・インタレストというものがある、これがまあ民主主義の原則になっていると。そして日本は戦後民主主義のモデルというふうに言われているわけなんですが、一体どこに民主主義があるのかと、このコンフリクト・オブ・インタレストという一つを取り上げてみるならですね、民主主義の実の字もないということになるわけですね。まあしかしながら私がそう言ってもそれは理屈だと、理屈は理屈、現実は現実と言われればそれまでなんですが、まあいずれにしてもですね、そういう世にも不思議な現実がですね、日本にはあると。民主主義国家日本、他の民主主義国家ではありえないことが日本では全く意識もされないで、存在しているということがあるわけです。
ですね。まあこれも日本とアメリカとの違いというよりも、むしろ日本と世界との違いということが言えると思うんですが、まあしかし端的に言ってですね、政府がいくら借金してもですね、ディフォルト、返済不能にならないと。なぜならばお金を発行する日銀が政府の子会社だからだと、まあ安倍さんおっしゃったわけですが、全くその通りでですね、まあその言葉に従えばですね、我が国の政府はいくら借金しても構わないということに、まあ理屈の上ではなるんですが、まあ実際はですね、必ずしもそうはいかないということもあるわけですが、まあいずれにしてもですね、一つの知識として、日本にはコンフリクト・オブ・インタレストのセンスはないんだということだけは知っておいてもいいんではないでしょうか。